奈良波町は福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する町。浜通りの中央よりやや南寄りに位置し、東側は太平洋に面する。町域の約2割にあたる町域東部の海寄りの地域は平地で、中央部、西部は阿武熊高地の産地となっている。中央部に滑降山があり、山の南側には木戸川が、北側では出川がそれぞれ、 西から東へ流れている。町の北東端に東京電力福島第二原子力発電所の1から4号機が立地する。前号機が町内にあるが福島第二原子力発電所の敷地は北隣の富岡町にもまたがっている。富岡町の北にある大熊町、双葉町には福島第一原子力発電所が立地しており、当町の町域は 福島第一原子力発電所から、おおむね2 0トル前後の場所に位置している。2011年3月11日に、福島第一原子力発電所事故の影響により、長域の大半が警戒区域に指定されたが、2012年8月10日に、避難指示解除準備区域となった後、2015年9月5日に、避難指示が解除された。 奈良波町コミュニティセンター福島第一原子力発電所事故により、藍津里町や岩木市に移転していた、町役場は2014年6月2日に業務を再開した。藍津里町には、藍津里出張所を、岩木市には、岩木明星大学内に、岩木出張所を、岩木市中心部に、岩木出張所屋川セブン室を設置している。 福島県いわき市に設置された奈良波町立奈良波南小学校、奈良波北小学校、奈良波中学校の仮設校舎を視察する文部科学大臣、長谷博市と文部科学大臣政務官、豊田真由子来脇明城大学敷地内に奈良波中学校、奈良波北小学校、奈良波南小学校、青空子も園の仮校舎を設置。 JR 常磐線再開通後の立田駅、震災前までは、町が運行する奈良波町民バスがあったが、震災以降運休中。広野町が運行する広野町民バスも、震災前までは町内に乗り入れていたが、震災以降、町内に乗り入れる路線は運行されていない。奈良は、パーキングエリア。ありがとうございます。